水古伝王神王神は、中国の小説で四大奇書の一つである、水古伝を呼び、水古公伝を呼び、東和出しの登場人物。武術の達人で80万金軍の教頭を務める。家族は60歳を過ぎた老母との二人暮らし。悪役である高級の手から逃れる途中、108世の一人で、ある指針に、武芸18発を教えた。高級が、 トノスイフの大尉に就任したとき、トノスイフ所属の者はすべて彼の下へ挨拶に来たが、ただ一人、共闘の王神だけは、半月前からの病気を理由に欠席していた。激怒した高級は、病神の王神を、無理やり呼びつけ、激しく罵倒した。なぜなら、かつて高級が、王神の暴風の王のぼるから暴術を習っていたとき、散々に打ち据えられた恨みがあったからである。 高級の仕返しを恐れた王神は、辺境の沿安府へ逃亡することに決め、その夜ひそかに母を連れ、東京を出た。約1ヶ月後、彼らは鹿村の大旦那の家に滞在することになった。5日ほど宿泊した後、出発のため馬屋に馬を見に行った王神は、体中に、 清流の入れ墨を掘った若者が棒の稽古をしているのを見つけた。王神はなかなかやるが、それでは本当の使い手にはかなうまいと喋ってしまい、怒った若者に勝負を挑まれる。そこに現れた大旦那は、この若者は自分のせがれで、死神と言い,い、良ければ稽古をつけていただきたい、という。王神は棒を取り、 挑みかかってきた死神を、あっさりと突き倒してしまう。恐れ入った死神はぜひとも自分の師匠になってくれと、懇願し、王神も、また自分たちの正体を明かし、宿泊の礼にとその日から毎日死神に、武芸十八発、すなわち矛、矛母、遂、弓、石弓、銃、鞭知、剣、鎖、斧、まさかり、蚊、劇、体、棒、槍、を教授した。 半年後、死神の腕が十分熟達したのを見届けると、王神は、鹿村を去って、延安府に向かい、そのまま物語から姿を消す。後に、死神が幾度か、王神を探したが、出会うことはできなかった。水庫公伝では、古典尺、学費等と大金防衛戦線を戦うが保てず、戦線崩壊の後は、梁山泊残党とともに、高級、最軽、 同冠、三遊羅四巻を切った後、そのまま両山白残党と行動を共にする。ありがとうございます。